スキップ寺田純也の歩くことが楽しくなるチャンネルこんにちは、スキップの寺田です歩くことが楽しくなるチャンネルへようこそ今回は姿勢を良くするために覚えておくべき三つのことということで、そのうちの一つ目についてお話ししたいと思いますその一は、いい姿勢を忘れることですちょっと全問答のようですが 姿勢を良くするためにはいわゆるいい姿勢というイメージを頭の中から取り払う必要がありますあなたにとってのいい姿勢とはどのようなものですかこれまで学校などで言われてきたようなイメージではこんな感じでしょうか気をつけピッ胸を張って背筋はまっすぐに 指先まで伸ばすといったように指導されて育った大人の方が結構多いのではないでしょうか明治維新以降体を鍛錬するための学校教育が始まり現在は以前のような要素は薄れてきているとはいえそういった日本の文化的な背景がいわゆるいい姿勢の潜在的なイメージを作ってきたように思います僕が尊敬するキャシー・マデン先生というアレクサンダー・テクニックの先生は そういう姿勢の生徒さんを見ると、よくこう言います。つけをこれは、気をつけよう忘れさせるためにもじった彼女の造語で、僕も何度もそう言われたことがあります。こういう発想自体、僕もとても好きですね。ぜひ、体のどこかに緊張を感じたら、自分自身につけきをと問いかけてみてください。それでは、 姿勢を良くするためになぜいい姿勢を忘れる必要があるのでしょうかその理由は2つあります。1つ目はそもそもそのいわゆるいい姿勢というものが本来体が備えている自然な設計に沿っていないということです。これはどういうことかというと例えば脊椎にはこのようなカーブがありこのカーブがあることで体重を支えたり衝撃を吸収したりすることができるわけですがもし「筋をまっすぐ」 しようとすると、その自然な設計に沿っていないので、どこかに力みや緊張が生じてしまいます。2つ目の理由は、1つ目の理由にも通じていますが、いわゆるいい姿勢をしようとすると、余分な筋緊張が生じてしまうということです。今後アップする動画でもご説明する予定ですが、何かをしようとすると、体の外側の筋肉、いわゆるアウターマッスルと言われている筋肉を無駄に使ってしまう傾向にあります。 そういう状態が続くと疲れといった症状として体に現れるので長続きがしないんですよね。前回、いい姿勢は続かないとお話したことは、そういうことです。とということで、まずはそういういわゆるいい姿勢のイメージというものは忘れましょうという話でした。それでは最後にワークをやっていただきます。まずその場で立ってみてください。あえて気をつけをしてみましょう。胸を張って、 背筋はまっすぐに指先までピンと伸ばしましょうその状態で3秒数えてからその姿勢を少しずつ息を吐きながらゆっくりやめていってみてくださいここでダラーンと一気に力を抜くとこうなってしまうので場合によっては「つけきお」と言いながらやめてみるのもいいかもしれません「気をつけ」と「ダラーン」の間にある「つけきお」気をなどこかに「 ひょっとしししたら,あなたらしい姿勢が見つかるかるもしれませんさてこのワークをしてみてあなたの体を通じて何か気づきがありましたかということで今日の講座は以上ですあどうぞおかけください次回は姿勢を良くするために覚えておくべき3つのことその2についてお話ししたいと思いますそれでは次回お楽しみに